スカルソンさん、どうぞ。今日もありがとうございました。本日いつでも大使の挨拶、もっとだんだん長く見れます。私それできませんかもしれません。で、私の発表は英語で。スウェーデンの原子力政策についてお話しする機会を賜り、ありがとうございます。スウェーデンの原子力政策について後ほど詳しく見てまいります。今回大変に悲惨な災害が発生し、今も被害が続いています。福島第一原子力発電所の事故だけでなく、地震の被害や津波による被害と3つの災害が重なっています。被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。また私たちは日本の皆さんの復興への力を信じています。3月11日以来、スウェーデン原子力安全当局と毎日連絡を取り合ってきました。今お話ししている講演の内容についても彼らと確認を取っています。私の専門は量子物理学です。すみませんが、実は原子物理学については大学でも良い成績ではありませんでした。でも今日はベストを尽くしたいと思います。まず原子力政策が福島の事故によってどう変わるのか、スウェーデンの人々も関心を持っています。世界の人々が注目しています。今日はまずスウェーデンのエネルギー政策についてお話しします。どうしてスウェーデンは原子力発電を利用しているのかについて、次に福島以前の原子力政策についてお話しします。それから今回の福島第一原発事故の経過について、事故発生後外務省のブリーフィングに出席してきました。また毎日行われる記者会見にも参加してきました。しかし何が起こっているのか誰にも分かりません。それから福島とスウェーデンのこれからについて何が変わるのか、そして最後に結論のようなことをお話しします。スウェーデンのエネルギー政策を理解するためには、エネルギーと電力についてそれぞれを区別する必要があります。電力とエネルギーはしばしば混同して議論されるようです。スウェーデンでは電力供給に関しては 30% が原子力発電によって生み出され、 35% が再生可能なエネルギーによって生み出されています。再生可能なエネルギーの大部分は水力発電が占めています。一方で化石燃料、すなわち石油も使用しています。グラフの中で黒く表示されている部分が石油です。主に暖房や運輸、交通などのために使用されます。運輸、交通の領域では石油が使われていますが、工業や住居などでは再生可能なエネルギーが原子力よりも多く使われています。スウェーデンは大きな転換を実行してきました。1970年代当時、スウェーデンの状況は当時の日本と同じでした。エネルギーの大部分を石油に頼っていました。その後スウェーデンでは化石燃料の使用を減らす方向に大きく舵を切りました。暖房などの用途ではできるだけ化石燃料を使わないようにしていったのです。その分原子力やバイオエネルギーが増えてきます。日本でも今バイオマスに関連する議論が盛んですね。スウェーデンではバイオマスが大きな部分を占めています。一方風力発電はまだそれほどの割合を占めていません。
発電においては原子力と再生可能エネルギーが有利です。電気はケーブルを伝ってまっすぐに運ばれていきます。熱のように散らばっていったりしません。電気は遠くまで運び利用できる点で優れています。スウェーデンは発電における再生可能エネルギーの割合が高い国です。再生可能エネルギーの大部分は水力発電です。その他の発電は原子力です。市民一人当たりの発電量を考えるとスウェーデンは世界でも有数の原子力利用国です。900万人の人口に対して10基もの原発があります。一方で国土は広く人口密度は低い。グローバルに見ると世界はまだ化石燃料に依存しています。発電の領域でも石油に頼っています。日本ですらそうです。スウェーデンはエネルギーの転換を進めましたが原子力による発電がまだ大きな割合を占めています。重工業の分野では電力源として原子力が必要なのです。次に福島以前のスウェーデンの原子力政策について見てみましょう。まず最初にスウェーデンにおける原子力開発の歴史を振り返ってみます。一番最初にお話しすべきなのは原子核が分裂するときにエネルギーを発生させる核分裂を最初に発見したのはドイツのハーン博士とシュトラスマン博士と言われています。しかしハーン博士の共同研究者にはオーストリア人のリーゼ・マイトナー博士がいました。彼女はユダヤ人であったためドイツを離れ甥の暮らしていたスウェーデンへ逃れてきます。そしてスウェーデンで核分裂の理論をまとめたのです。その意味ではスウェーデンもまた核分裂の発見の歴史に寄与しています。最初の研究用の原子炉はスウェーデンで運転が開始されました。これが当時の写真です。当時法律工科大学はストックホルム市内にこの研究用の原子炉を設置しました。まだその危険性について十分な理解がなかったのです。アメリカの最初の原子炉もシカゴ市内のフットボール場の下に作られています。1942年のことです。またスウェーデンではオスカーシャム1号機の運転を始める以前にオーゲスタ原子炉を設置しています。これは地域暖房を目的としたものでストックホルム近郊の町に設置されました。主に暖房用の熱です。そして小規模の電力も発電しました。オスカーシャム1号機についてはこの後スタズビックの山崎さんからお話があると思います。このようにスウェーデンには原子力利用に関する長い歴史があります。これは今日のスウェーデンにおける原子力施設の地図です。ここにあるのがバーセベック原子力発電所です。これは最初に閉鎖された原子炉群です。この地図には描かれていませんが実際にはすぐそばにデンマークがあります。デンマークの首都であるコペンハーゲンがこの辺り。実際コペンハーゲンからバーセベック原発は見える距離にあります。バーセベック原発の閉鎖を決定するにあたってはこうしたデンマークとの距離も影響しています。
スウェーデンの原子力発電所はこのように各所に設置されています。またこの地図には保管用の施設も示されています。おおむね南の地域に集まっています。1980年に国民投票を実施しました。諮問レファレンダムと呼ばれるものです。政府にアドバイスをするという意味です。直接の政策拘束力はありません。これらは3つの選択肢を表したボタンの絵です。1番目はエナジー・フォースウェーデン、保守党のものです。2番目は原子力見直しだが常識的に、そして3番目はお分かりの通り原子力ノーサンキューです。選挙の結果はどうなったか。第一の選択肢の得票率は 18.9%。 実際どの選択肢もともに原子力の見直しを求めています。この国民投票はスリーマイル島の事故の後に行われました。第2の選択肢の得票率は 39.1%。 第3の内容は原発の開発を停止し10年以内に廃止するというものです。ご覧の通り単独で過半数を占めたものはありません。まあ内容の近い1と2を足し算すれば過半数と言えるかもしれません。いずれにしても3つの選択肢とも原発の廃止を求めていました。さまざまな理由から世論は後に変化してきます。しかしとにかくバーセベック第一原発と第二原発を閉鎖することになりました。こうした期間に世論は変化してきました。チェルノブイリ事故も発生しましたが、世論は原子力利用を認める考えに緩やかに変化しました。2010年の2月5日、連立政権による発表がありました。この写真には首相や副首相も写っています。副首相の政党はそれまで原子力発電に反対の立場を取っていましたが、変化しました。自由党もキリスト教民主党も同様です。彼らは変わったのです。同じ日に私はアジアにおける原子力利用という講演をしていました。主に中国やインドにおける原子力の利用について、日本についても話をしていました。その時に連立内閣の発表を知りましたので、私たちは驚きました。彼らの発表はこうです。古い原子炉を置き換えるためであれば新規の原子炉設置を認める。ただしその数は10炉までに限る。これには合理性があります。40年以上経過した原子炉は安全性に問題があるかもしれませんし、また発電量という面でも劣ってきます。新しい原子炉に置き換えることで発電量が増加します。しかし設置場所はこれまでに原発があった場所に限られます。許認可のプロセスもそれだけ容易になるでしょう。それからこれが非常に重要なのですが、原子力発電会社は費用を全額負担しなければなりません。国からの補助金はありません。環境大臣のアンドレアス・カールグレン氏は中央党の政治家です。中央党は原子力には反対の立場を取ってきました。2011年3月16日のエネルギー会議の席上、カールグレン氏は次のように述べています。原子力はスウェーデンのエネルギーの歴史においては一時的なものに過ぎない。1980年の国民投票で見直しは決まったものの、最終的な期日が決まっていません。そしてもしも建設するとしても国からの補助金はありません。とにかくこれは歴史的な発表でした。野党はこれに反対を表明しており、次の選挙の大きな争点になると考えられています。
しかし私には選挙の予測などは全く分かりません。福島の事故の後、スウェーデンでは世論調査が2回行われています。これらは2011年3月22日の調査結果です。ご覧になるとお分かりの通り、原発の廃止を支持する立場の比率が増えています。しかし大部分の人は今でも 36% と 21% を足すと 57% になりますが、原発維持を支持しています。福島の甚大な事故から間もない世論調査にもかかわらずです。もう一つの世論調査は3月31日に行われました。スウェーデンの原子力にどのくらい信頼を置いていますかというものです。非常に大きな信頼を置いているという人の割合、そしてそのうちの男女の比率が示されています。かなり信頼しているという人の割合、とにかくこの調査でも多くの人々が原子力に信頼を置いていることがわかります。しかしながら、これらは事故が発生したばかりの段階で行われた調査であり、ここから結論を導き出すにはまだ早すぎると言えるでしょう。一つ非常に大事なことがあります。それはスウェーデンは核燃料リサイクルはしないことに決めたということです。詳しくはお話しする時間がありませんが、皆さんもモンジュのことはご存知でしょう。モンジュは核燃料リサイクルの一環をなすものです。スウェーデンでは一度使用した燃料は長期保存用のケースに格納していきます。ホルシュマルク原発の近くの土地がそのために選ばれました。そこにはすでに低レベル、中レベルの使用済み燃料を保管する施設があります。3月16日に最終的な法案が提出されました。この後上映される映画がより詳しく説明しています。興味深いことは、建設地の選定にあたって2つの候補地が上がったということです。一つはホルシュマルク原発に近い場所、もう一つはオスカーシャム原発付近の地域です。オスカーシャムには地下に格納するまでの間、中期的に保管するための施設もあります。興味深いことに、2つの候補地の市民の過半数が建設に賛成を表明しました。このことは地下格納技術に関する地元市民の信頼が高いことを意味しています。私もまだ見ていないのですが、詳しいことは映画の中でご覧いただけると思います。原子力発電所や放射医療の施設からは使用済みの放射性物質が出てきます。これを保管するには様々な方法があります。中期的に約40年間燃料が冷えて地面の下に埋めることができるようになるまで保管します。低レベル、中レベルの放射性廃棄物に関してはすでに保管所があります。そして今、高レベル廃棄物のための施設を地下400メートルから700メートルに建設する予定です。その後約10万年間保管する必要があります。詳しくは後の映画で触れられると思います。2011年3月16日、この施設に関する詳しい計画書が公表されました。これから科学者たちによってこの計画の是非がチェックされます。さて、
今回の福島第一原発の事故について、あくまでも公表された資料からですが、分かっていることについてお話ししたいと思います。また私自身のコメントも付け加えるかもしれません。第1点目は東京大学の金子教授が発表した資料からですが、今回の津波によって発電所がどのような被害を受けたかということです。津波は原子力発電所だけでなく、火力発電所の大部分も破壊しました。9ギガワットの火力発電所が津波によって破壊されました。分かったこと、それは火力発電所では津波を防ぐ防波堤が2メートルから3メートルの高さしかなかったということです。一方、福島第一原発では 5.7 メートルの防波堤がありました。日本政府や海外の国際機関、そしてドイツの研究調査によれば、日本の太平洋沿岸では30年ごとに10メートルを超える高さの津波が予想されています。30年ごとです。火力発電所、原子力発電所の運営会社である東京電力にこのことが考慮されていなかったことが非難されています。これが事故を悪い方向へ導いた最大の理由です。もう皆さんがよくご存知の通り、皆さんは連日のテレビのために原子力の専門家になっておられますが、これまでにない規模の非常な高さの津波が押し寄せ、建物を破壊しました。女川原発の被害が比較的に軽かったのは、タービン建屋が標高の高い場所にあったからです。4メートルから5メートル高い場所にありました。それによって福島第一原発とは対照的な結果をもたらしました。このことが現時点で最も確実な事故の原因と言えます。皆さんの多くが対数軸グラフをご覧になっていると思います。メモリ一つごとに10倍の値になります。これがチェルノブイリ事故のデータです。史上最悪の事故です。チェルノブイリ事故でも露出状態が数ヶ月も続きました。しかも事故発生後1週間の間、市民には知らされていませんでした。そしてこれが福島第一原発の事故、さらにスリーマイル島事故のデータです。スウェーデンでもかつて電源喪失の事故があり、レベル2、レベル3の事故を経験していますが、これほどのレベルの事故はありません。続いて、これはあまりよく知られていない事実ですが、スウェーデンにおけるチェルノブイリ事故の影響についてお話ししたいと思います。スウェーデンはチェルノブイリ事故で最も深刻な被害を受けた国の一つです。実際、事故が初めて感知されたのは
スウェーデンでした。フォルシュマルク原子力発電所の外の観測施設で空気中の放射線を感知しました。当初はフォルシュマルク原子力発電所の事故かと考えられました。しかしそれはチェルノブイリからでした。チェルノブイリから飛散した放射性物質の 5% がスウェーデンに降下しました。これは風向きが原因でした。ギアブル市の周辺では年間1ミリシーベルトの汚染を受けました。これは風向きが原因でした。このラインはスウェーデンの平均的な放射線量です。詳しくはお話しする時間がありませんが、この地方の農家の方は通常時の10倍の被曝をすることになります。またサーミ人の人々、北部に暮らす人々でトナカイの遊牧をしています。トナカイは草を食べますが、その草にセシウムが含まれています。セシウムは長期にわたり存在し続けます。30年で半分になりますが、それがまた半分になるのにさらに30年かかります。セシウムは長い間残留し放射線を出し続けます。農家とサーミの人々、そしてハンターたちはスウェーデン原子力安全当局によって被曝量を測定されています。一般的な食物を通じて年間1ミリシーベルト以下の内部被曝が生じます。このレベルでは300ベクレルの限度まで摂取するのに300キログラム食べる必要があります。スウェーデンではトナカイの肉、湖の魚、野生のベリー類については1キログラムあたり1500ベクレルまで基準値を高めています。例えば50キログラムのトナカイの肉を摂取したとしましょう。実際サーミの人々はそのくらい食べるかもしれません。そうすると限度量に達することになります。これが日本のレベルです。スウェーデンもチェルノブイリ事故で汚染されこのレベルにあります。しかしこれはいささかの安心材料になるかもしれませんが、スウェーデンではこれによりがんの発症率が増加したという事実は見られません。チェルノブイリの周辺の地域で甲状腺がんの発症率が上昇したのでは、事故後すぐに市民に知らせなかったということがあります。陽動錠剤を配布しなかったのです。スウェーデンでは発がん率が上昇したという目立った兆候はありません。これだけ放射性物質が降下したにもかかわらずです。このことは多少は安心させられる事実と言えるでしょう。スウェーデンと東京の放射線量を比較してみましょう。東京でも高い放射線量が記録されました。その後大きな変化を引き起こす事態が発生せず、風向きの変化や放射性物質の大きな効果がないとすれば、どのようなことが言えるでしょうか。これが3月15日の放射線量です。この後東京でも雨が降り線量値が上昇しました。一方でこれがスウェーデンの平均線量です。東京の放射線量は上昇しましたが、スウェーデンの平均とほとんど同じレベルです。他方福島に近い地域ではずっと高い値になります。避難することが必要なレベルの非常に高いレベルです。しかし東京のレベルは高くなったとはいえ、スウェーデンの平均線量値に近づいたレベルと言えます。このことはあまり語られることのない事実です。福島とスウェーデン、
これから何が変わるでしょうか。この講演を準備しながら、皆さんの関心は何だろうかと、同僚や妻とも相談しました。それで、スウェーデンの危機管理体制がどのようなものであるのかについて、少しお話ししたいと思います。事故に対して、どのような予防的措置を取っているのか。まず、非常時警告と事故発生警告の2つのレベルがあります。これはホルシュマルク原子力発電所の例ですが、原発を中心に15キロ圏のゾーンがあります。この圏内に住む人々は全員ヨード錠剤を持っています。これはスウェーデン政府の決定であり、国際的な取り決めとは違います。日本の場合とも違うでしょう。また警報用のラジオも全員が所持しています。非常時にどうすべきかが書かれている冊子も全員が持っています。非常事態が発生したとき、最初に取るべき行動は自宅待機と書かれています。日本で事故が起こったときと全く同じです。そして外側の50キロ圏内には1000カ所の測定ポイントがあります。異常をすぐに発見できるようになっています。またこの内外には避難ゾーンの明確な区別が設定されています。これらがスウェーデン政府の基本的な方針です。スウェーデンの場合には原発周辺の人口が非常に少なく、日本の事情とは大きく異なります。2011年5月9日、スウェーデン王立理工学アカデミーでセミナーが開催されました。その映像がインターネットでも公開されています。すべての講演、その中には在スウェーデン日本大使館の大洞一等書記官の講演もあります。他にも原子力発電所を運営する企業関係者の講演などもあります。事故の規模をどの程度と考えるか、どのような対処がなされたかが議論されました。英語でのセミナーですので、興味のある方はウェブサイトにアクセスしてダウンロードしてみてください。ドイツの研究機関が発表した津波に関するデータも見ることができます。次に、当局や原発運営会社の事故後の対応はどうなっているかについて見てみましょう。スウェーデン原子力安全当局は事故以来毎日警報を発信しています。またスウェーデン大使館では50名ほどのスタッフが緊急チームを組織しています。福島第一原発の事故がスウェーデンにどのような影響を与えるのか調査する特別プロジェクトが決定されました。原発を運営しているバッテンファル社とイーオン社でも事故の初日から特別タスクチームが組織されました。これはスウェーデンの法律と国際的な法律によって決められている措置です。何らかの事故が生じたとき、国際的にどのような影響があるかを予想します。また安全を優先する文化性も関係しています。さらにそこから派生関連的に学べることがあります。大使も指摘していたように、今回のように4つの原子炉が一度に破壊されるというのは想定外の事態です。どのような影響がもたらされるのか、誰もがより創造的に考える必要があります。
一つの原子炉に対する措置が他の原子炉へは応用できないかもしれません。新しい発想力が求められています。スウェーデンでは津波はありません。しかし巨大な暴風雨に遭遇するかもしれません。吹雪もあります。スウェーデンでは今回の事故からどのような教訓が得られるかを分析しています。おそらく世界中の原発運営会社で同様の分析がされていることでしょう。それではまとめとしてお話しします。福島の事故から学べること、まず3月11日以降の状況は全く新しい状況であるということです。複数の原子炉が一度に破壊された場合にどのような措置を取るべきか、緊急に対応策を検討する必要があります。どのような複合的な影響が及ぼされるか、対応するスタッフが不足することも考えられます。また原発の長期にわたる運転期間についても考える必要があります。福島第一原発では事故の発生する少し前に原子炉の運転延長の許可が降りたばかりでした。次に、これはやや踏み込んだ発言になるかもしれませんが、市民とのコミュニケーションが非常に重要であることも学びました。事故後、原発の運営会社で記者会見が行われる一方、原子力保安院でも記者会見が行われ、さらに枝野さんが会見を行っていました。加えてテレビでは東大や京大の専門家の先生が登場していました。しかし理解の助けにはなりませんでした。市民とのコミュニケーション、特に放射能のように目に見えず普通の暮らしにはありえないような事態が生じた場合、問題を明確に伝える必要があります。これは私個人の印象でもあります。記者会見のたびに20ページから30ページにもわたるエクセルのシートやデータが配られました。しかしこれらのデータが何を意味するのかの説明がないのです。データについての説明を探して日経新聞や毎日新聞、朝日新聞などの記事を読みました。さらに海外の新聞も読みました。しかし当局からの説明は一切見当たりませんでした。実際のところ何が起こっているのか、おそらく誰も知ることができなかったのでしょう。市民への情報提供と説明、そして海外への情報提供の重要性が再認識されました。最後に、今後スウェーデンの世論がどう変化していくのかまだ分かりません。事故の1週間後に取られた世論調査から判断を決めるのは早すぎます。世論の形成を待つ必要があります。私自身はこの福島第一原発の事故をどのように収束させることができるのか、それによって世論が変わると思います。世界はこのような複合的な事故を初めて目撃しています。チェルノブイリでは悲惨な事故を目撃しました。それは今回の事故とは全く異なる事態と拡散スピードでした。しかし福島第一原発の事故では複数の事故が同時に発生し、複雑な事態が続いています。世界はこれを見守る必要があります。また最後に、震災の被害に遭われた地域の皆さんに、そして津波の被害を受けた地域の皆さんにお見舞いを申し上げます。福島第一原発の事故に
世界の報道が集まりすぎたために被災地の状況が忘れられています。しかし忘れてはなりません。心から本日皆様本当にありがとうございます。頑張れ日本、もう一回、渋谷もっともっと明るいに一緒にしようか。